新潟県立佐渡高等学校は、新潟県佐渡市石田に所在する県立高等学校。2019年現在佐渡ヶ島内に設置されている4つの高等学校、中等教育学校のうちの1つであり、校舎は沢田地区に設けられているほか、相川地区に相川文校がある。同文校については、新潟県立相川高等学校を参照。沢田の校舎は、 海抜29メートルの高台に立ち、校舎4階から日本海に沈む夕日を眺めることができる。通称は、サタカ。校舎は4階建ての本館と別館からなり、別館には特別教室がある。本館の教室には120周年記念事業として、計15台の電子黒板が導入された。本館別館ともに、 屋上への出入り口は常に施錠されているが、本館と別館を結ぶ青空廊下は常時利用可能である。サステナビリティ学の一環として、テニスコート脇に太陽光パネルが設置された。エアコンは本館のほぼすべての教室、別館の一部教室に設置されている。夏になると、エアコンを動かすための発動機が生徒玄関脇に設置される。 食堂があった建物は、現在食堂として使用されておらず代わりに、吹奏楽部が物質として利用している。体育館は、第一体育館と第二体育館がある。第一体育館脇には、セミナーハウスがあり、合宿などで使用されている。校舎へ登る坂の途中には100周年、記念会館である、四式場会館があり、PTA の集会等で利用されている。 グラウンドには一周400メートルのトラックがあり、佐渡市中学校陸上競技大会で利用されたこともある。第一体育館奥には2012年に屋内練習場が建設された。建設地は水泳用プールを埋め立てしたプール跡地である。このため現在はプールが存在しない。四式場跡に立つ佐渡高校佐渡市の中心街である沢田地区にあり、 佐渡の中では、比較的交通の便が良い。校舎は、四式ケ城跡の高台に立っている。国道から校舎へ登る道は、佐渡高校入り口の交差点と、石田川沿いの大きく二つがある。グラウンド脇には、アミューズメント佐渡へと通じる裏道があり、野球部の生徒が、沢田球場へ移動際に頻繁に用いられる。佐渡が島内の公共交通機関は、 路線バスのみのため、生徒の多くは、路線バスを利用して通学している。佐渡高等学校28,811名、佐渡女子高等学校関係から11,765名。ありがとうございます。